はい、皆さんこんにちは、北原理恵です。今日は、じゃーん。Thank you。クリスプサラダワックスのサラダを買ってきました。サラダを食べながら、今日は正月太りから痩せた方法についてお話ししていきたいなと思います。はい、まあね、お正月はもう誰しもが太るわけじゃないですか。それはもうしょうがない。お正月っていうか年末年始。私も、また爪がちょっとハゲハゲの状態だ。申し訳ない。爪のことはあんまり見ないでください。私も今年はお正月たくさん食べて、さらにその後韓国にも旅行に行ったので、韓国旅行はもう気にせず食べようをモットーに、もういっぱい食べたので、何も気にせずに、もうかなり太って帰ってきちゃったんですよ。ついに人生最高体重になってしまいまして、で、私、タニタの体重計を使ってるんですけど、そのタニタの体重計って、体年齢っていうのが出るんですけど、私、18歳だったんですよ。で、それが結構自分の中での、なんか自慢で、ずっとその18歳がキープできるように生きていこうと思ってたんですけど、体年齢も21歳まで落ちて、あ、これはやばいと思って、ダイエットを決意しまして、今1月後半なんですけれども、明日ね、すごい大事な仕事、私の中ですごい可愛く映りたいなっていう仕事があるので、ちょっとそれに向けてダイエットをしまして、なんと10日間で約2キロ痩せることに成功しました。イエーイ！ 47.4 キロから 45.2 キロまで落とすことができました。なんで今日はその10日間で何をしたかについて話していこうと思います。ちなみに、クリスプサラダワークスは無料でドレッシング2種まで選べるんですよ。なんで私はいつも、このライムスクイーズとなんかドレッシングを選んで、お家で食べるときは小分けにして、最初はライムだけで楽しんで、そこからドレッシングで食べるようにしてます。なんかすごい痩せそうな、一番カロリー低そうな、タンパクなんたらっていうサラダにしました。美味しそうですね。体年齢も無事18歳まで戻ってくることができました。よかったよかった。で、こう、結構いつもは私は太ったなと思ったら、ファスティングをするのが一番まあ早く体重が落ちるので、ファスティングに頼っちゃうんですけど、やっぱファスティングするとどうしてもその後、それをキープするのが難しいので、今回は結構ファスティングに頼らずに10日間落としたので、結構リバウンドもそんなにしないんじゃないかなっていうふうに思ってます。まず、10日間毎日やってたこと、毎朝梅干し白湯を飲む。ラジオ体操をする。毎朝ラジオ体操をすること。あと、水をたくさん飲むこと。これが一番大事だった気がします。と、あと、満腹にならないこと。この4つは結構意識して10日間過ごしてました。新年会とかも多い時期だったので、全然この10日間でサムギョプサルも食べてるし、お寿司のコースも食べてるし、YouTube の撮影で、もう泣く泣く中華料理もがっつり食べたりしているんですけど、それでも2キロ落ちたので、かなり優秀な方だと思うんですけど、特に一番やっぱいいなと思ったのは、もうこれは、もう散々言われてきてるんですけど、やっぱ水をたくさん飲む。本当は2リットル飲みたいんですけど、私もあんまり水をたくさん飲めないタイプなので、1日 1.5 リットルを目指して水をたくさん飲んでました。で、水をたくさん飲むと、何がいいって、痩せるだけじゃなくて、肌がめっちゃ綺麗になります。うん。どうだろうか。なんか今ね、結構まあ、ニキビ跡は結構ひどいんですけど、なんか水をたくさん飲んだから、潤ってはいるって感じ。で、潤うとなんか気持ちかもしれないけど、ほうれい線とかも薄くなった気がする。で、あと、梅干し白湯。これは朝起きたらコップに梅干し1個入れて、それにお湯かけて、梅干し溶かしながら梅干しと白湯を飲むんですけど、その梅干し白湯を作って冷めるまで待たなきゃいけないじゃないですか。冷めていくのを待つ間に毎朝ラジオ体操をしてました。結構大事。朝、体を動かすことって多分大事な気がする。毎朝ラジオ体操をして、で、白湯が冷めた頃に梅干し白湯を飲む。うん。やっぱ白湯飲むっていいんやなって思いましたね。あとそこで左右分のなんか水を稼いどくっていうのが大事でそこで水分稼いで1日 1.5 リットルをしっかり目指すっていう。あとこれもすごい大事なのが4つ目の満腹にならない。腹8分だったりとか、まあいけそうな時は腹6分くらいを意識して過ごしました。ただ唯一ちょっとお寿司のコース行った時だけは、まあお昼に行ったんですけど、もう本当にはち切れるくらい食べましたね。やっぱりなんか空腹って、まあ辛いんだけど、空腹の時間が長いと私はすごい痩せてるなって思えて嬉しいんですよ。今この時間も痩せていってるなみたいな。だからこの空腹の時間を楽しむっていうのがすごいダイエットにはいいんじゃないかって思っていて。そう、酵素を飲んでて、最近、この Be My Flora っていうところの酵素を食前に飲んでました。で、本当は毎食前飲むのがいいと思うんですけど、ちょっと私は貧乏症なので、1日3袋飲むのはちょっともったいないって思っちゃうから、朝晩飲んでました。1日2回飲むっていう。そう。で、まあ、いつもね、ファスティングに頼るって言ったじゃないですか。でもファスティングって、の何がいいって、こう体にダイエットしますよっていう活を入れないといけないって私思っていて、ダイエット始める時って。で、それにファスティングってすごいいいんですよ。もう嫌でも空腹の状態にさせられるから、あ、北原さん今痩せたいんや、みたいなのを体に思い知らせる的な意味でファスティングはすごいいいなと思って。結構ファスティングって前後も日にち使うので、ちょこちょこ入っている新年会の都合で今回断念したんですけど、でもやっぱダイエットって最初がめっちゃ肝心なので、スタートダッシュが。1日目、2日目はもう昼も夜も痩せ飯を食べる。痩せ飯ってなんか痩せそうなダイエット系のメニューを食べる。その後からは、まあお昼とかは全然、私も結構今ちょうど美味しいパンをいただいちゃったりとかしたんで、全然毎朝美味しいパン食べてたんで、でもそれでも本当に2キロ落ちたから、やっぱ大事なのは夜。食べ過ぎちゃったら、もう近い距離でバランス取る。お昼お寿司のコースをお腹いっぱい食べたら、夜はもう本当にスープとか。他の、まあ普通に過ごす日は満足感も欲しいじゃないですか。毎日ダイエットメニューだとしんどいので、今回は、まあ冬ということもあって、鍋をかなり積極的に食べてました。鍋最高。鍋痩せます。でも締めやっちゃダメですよ。本当に、柚子胡椒鍋とか、そういうのを選んで、鍋してました。鍋だったら、こう一人じゃないので、ダイエット飯にするって難しい日もあるんですよ。ヒデさんと一緒にご飯をうちで食べるってなったら、まあ付き合ってくれることも多いんですけど、少ないから量も。男の人にはね、あれだから、そういう時は、鍋すれば、私は自分の好きな量だけ食べられるし、あと旦那さんだけ締めまで食べるとかそういうこともできるので、でまあちょっと意志弱いんで旦那さんの締め3麺だけ食べるみたいなこともできるので、鍋で乗り越えたりしてました。ダイエットメニューはスープだったりとか、あとリュウジさんのレシピの白だし豆腐だったりとか、ブロッコリーだったりとか、そういうものを食べたりしてました。食事が一番なんですけど、痩せる、体重を落とすっていうのは特に。でも今回はやっぱその、なるべく痩せを維持してたいということで、しっかり運動もこの10日間やってて、最近週に1回キックボクシング行ってるんですよ。しーちゃんと言ってた、動画でも言ってたんですけど、その週に1回のキックボクシングと、他に2回くらい行けたらジム行って、こっちはパーソナルトレーナーさんとかつけずに、ただただ一人で、黙々と有酸素運動、バイクを漕ぐと、腹筋と、あとなんかまあちょっとなんとなく肩甲骨動かしとこうか、みたいな運動をしてました。週に2回くらい。だから週3くらいは運動をするようにしてました。で、あとはやっぱりこう、その日のむくみ、その日のうちにということで、しっかりお風呂に浸かる。ですごいおすすめの入浴剤があるんですけど、これなんですけど、じゃーん、このツルポカっていうこの入浴剤がめちゃくちゃ良くて、すごい大容量なんで、まあコスパもいいですし、何より体の芯から温まる感じなんですよ。なんで、まあ痩せ目的っていうよりはもう普通に単純に冬にぴったりみたいな。すごいよく寝れる。ツルポカに入ると、だから私暑がりだから、なんなら秋頃、つるぽか入浴始めたんですけど、もう暑すぎて、ほぼ冬なのに寝汗かくってくらい、本当に芯から温まるので、すごいこの入浴剤はおすすめです。なんかトロトロで肌にもいいような気がするし。もうあと、もう一番大事なのは、よく寝ること。やっぱり、早寝、ゴールデンタイム？違うわ。シンデレラタイムか。10時から2時のシンデレラタイムの間にお布団に入ることを目指せば、睡眠時間も長く取れるじゃないですか。なんでなるべく、で、夜更かしはね、ダイエットだけじゃなくお肌にも良くないので、シンデレラタイムに寝て、たくさん寝て、なんか不思議なことに結構空腹ってほんと寝れなくて辛いんですけど、お腹めっちゃ空かして寝ると朝起きた時あんまお腹空いてなかったりするんですよ。で、多分そういうのでどんどん胃がちっちゃくなっていくのかなっていうふうに思うので、ここはもう短期集中ダイエットはもう空腹我慢して寝る。で、今痩せてるわって思いながら寝ることが大事なんじゃないでしょうか。うん。というわけで、私はそんな感じで10日間過ごして、この正月太りの2キロ落とすことに成功いたしました。まあでも、これは、この2キロは、まあ単純に食べて太った分なので、まあすごい落ちやすい2キロだったし、自分の適正体重があるので、私は、まあ今の体重から、まあ、あと1キロくらい痩せたいなって思ってるけど、多分、あと1キロ痩せたらかなり細い方になると思うんですよ。なんですけど、その体重でなきゃいけないっていうわけじゃないから、全然みんなが一番健康でいられる体重でいることが大事だと思います。で、私が多分一番調子よく健康でいられるのはこれくらいの体重なのかなって思うので、まあ、これを維持できるように、まあ、あと1キロくらい痩せられたら最高だなっていうふうに今後過ごしていこうかなというふうに思います。無理なくね、健康に運動しながら正月太りから抜け出していきましょう。まあでもこの動画が上がる頃にはね、みんな抜け出しちゃってるかもしれないんですけど、遅いかもしれないんですけれども、もしまだお正月太りから抜け出せてないっていう人はぜひ参考にしてみてください。何かこのダイエットに関して疑問があったらコメント欄に書いてもらったらお返事しに行きたいと思うので、疑問ぶつけてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。